おつかた片山慎吾です今日はですね、登録者数がなんと120万人以上いらっしゃる、僕より100万人も多いっていうね、ノブ先生に来ていただいて、来ていただいたのもですね、整体の先生なんで僕を直してるのを、YouTube でやってもね、面白くもなんともないので、話してるうちにですね、飛距離が伸びるストレッチがあるという話をちょっと聞いたので、僕は食いついて、それ YouTube でやりましょうっていうことからですね、今日は来ていただいてやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが、飛距離伸びるんですか、やったら。飛距離伸びますよ、はい。簡単に飛距離伸びますよって言ってますけどね、これ YouTube 見てる人はね、これで伸びないと辛いんですよ。辛いですね。実際伸びねえじゃねえかと、言われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、100人中2人ぐらい伸びたら伸びたようなもんですから、はい、ありがとうございます、はい、そう言っていただけると助かります、はい、ゴルフは当たる当たんないかもありますからね。いつも当たる人がいないのに飛ばないじゃねえかっていうのはないですから、はい、僕もね、ちょっとでも飛距離が伸びたら嬉しいかなと思って、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ではもう早速やっていきたいと思います、はい。体幹周りがやっぱり結構、弱いって言うとおかしいですけど、なんか動かない方が結構いたりします、だから肩甲骨、僕が言うと肩甲骨のこう、要は外にこうやって行ったりとか内側に行ったりっていうのが結構なくなってくるんですね。腰で言うとやはりこの腰の動きですね、ひねったりっていうのと、アドレスとかやったら前にやったりとかっていうのもなくなってくるので、その体幹周りを結構やっていくと体のひねりとか、あとは体のしなやかさっていうのが出てきます。当然柔軟性もやっぱ上がっていくんですね、はい。例えばやったら首の動きも全然変わってくるし、腰の前とか後ろ、体ひねるのも変わってくるので、当然パフォーマンスアップっていうのはしやすくなるってことですね。で、体の軸もやっぱ安定するので、やはりそれでも距離は伸びやすくなるというところですね。ブレにくいってことですね。芯が作れるっていう形になります。いいですね、はい。皆さんね、結構芯ずれる方結構いらっしゃるんでね、はい、振っててもブルン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 こうやって振れてる方いらっしゃるんで、そうです。そこがまっすぐなるともなりますので、なのでやるのは肩甲骨周りと骨盤背骨周りのやつが4つでいいです。それで構いません、はい。で、首こり腰痛とかそういうのも全部解消しますので、合わせてやっていただくとちょうどいいかなと思います。はい、というところですね、はい。まず最初にじゃあ上半身からやりましょう。ほんで立ってできるっていう方でやります、はい。なぜかっていうと、なんかね、皆さんと慎吾さんとご相談とかしたんですけど、なんか立ってできる、ラウンド中にできる方がやっぱり皆さんいいっていうことで、そしてもう皆さん打ってる間に何人かで回ってたら、待ってる間でも全然できるやつになりますので、でそれをお伝えしたいと思います。まず最初に上半身、肩甲骨周りからやっていきたいと思います。まず最初になんですけど、こう肘を伸ばしてもらいます、はい。で手の甲をこのように合わせていきます。でこれできるだけ合わせてください、ちょっとこう開いてもいいんですけど、できるだけ合わせてください。そうするとですね、結構みんな肩浮いてくるんで、この肩を下げるようにしてください。こうね。そうです、そうです、これ結構肩がこうやって内側に入るのが苦手な人いるんですね。だから肩浮いてくるんですよ、はいはいはい。これでも気持ちいい。そうそうそう、これこうやって下げていくだけです、はい。これ若干ね、下向きます。で斜め下ぐらいに手をぐーっと伸ばしていくんですね。そうです、おお、はい。だから僕が横から見ると分かりやすいんですよ、こう若干こうなっていきます。なんか、はい、こうね、そう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 、この肩甲骨が離れるように動かしてもらうのがいいです。俺これやったことねえな、はい。で下ちょっと向いてもらいます、はい。そうするとこの脇のところに力が入ります、両方のところですね。でぐーっとで前にぐーっと伸ばし続けてください。で一応脇に入っているのを確認してもらうのが一番いいです。それをですね、10秒間やっていきますですね。一応僕カウントしましょう、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってことですね。でもう一回やっていきましょう、はい。やっと、そうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあラストいきます。もう一回ぐーっとですね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。いつも見てるやつだ、あ、見てるのいつも見てるやつ。せっかく慎吾さんのチャンネルなんで、ちょっと新しくしてますな、これ、はい。これ下向くのは結構新しい。これいいね、これ、あ、こんなんやったことないですもん。
また教えようかなと思ったところなんですよ、はいはい、いい、これやろうでです、ね、一応ね、やる前にもしよかったら首の動きとか見てもらうのが一番いいです。なんか下向いたりとか、はあ、上向いたりとか、はあ、で横振り向いたりとか、はあ、こう横に倒したりとかします、はいはい、そうするとその動きって一気に改善します。ああ、そういうことですね、はいはい、これやることによって。そう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 、特にこれやるとどういう動きが改善するかっていうと、上に向くのと首を横に倒すっていうのが改善しやすくなります。なんか、はい、これはやったことなかった、はい、また後でちゃんとお伝えします、はいはい、でですね、もう一個です、はい、さっきのがこの肩甲骨から肋骨についている脇の筋肉になるんですね。次はですね、肩甲骨と背骨についている筋肉です、はい、だから後ろ側についている筋肉ですね。これ硬くなりますからね、ゴルファー、はいはい、結構なりますね、はい、だから背中痛いっていう人いるじゃないですか結構、はい、そういう場合はさっきの脇やった方がいいんですよ。どっちかっていうと、はい、みんななんか背中痛かったら背中をやりたくなるんですけど、結構逆なんですよね。なんかね、ここの脇が結構鍛えられなくなってくるので、肩甲骨が外に外に連れて行っちゃって背中の筋肉が引き伸ばされて結構痛くなるっていう人も多いんで、そういう人はもう逆に先脇やってください、はい、後ろやっちゃうと結構意外に入らないですね。なんかね、じゃあなので次は肩甲骨の後ろの方をやっていきます、はいはい、まず最初になんですね、こう手のひらこうできるだけ外に向けます。そうですね、でですね、真横よりか少しちょっとだけ前に出しておいてください、はい、そうですね、両方の手です。で、軽く顎をこうやって上げておきます。ちょっとでいいです。でもこれ皆さんね、顎上げすぎたりするんで、ちょっとだけでいいです。だから上がりすぎる人は目線だけ天井を見てください。それぐらいで全然構わないです。その状態でこうですね、斜め後ろぐらいに肩をこのようにぐーっとこうやって上げていきます。そうですね、こっちをこういう感じでぐーっとこうやって上げていきます。うん、そうすると肩甲骨と背骨の隙間のところに入ってきます。ここからこういう感じですね、グッと、はい、あ、結構みんな真上にこうやって上げちゃうんで、それだけ注意してください。斜め後ろにこうやって上げていきます。めっちゃ肩甲骨寄る、はい、できるだけこう外に向けてくださいね。あ、分かる、こうね、そうです、そうです、そうです。で、肘伸ばしてもらってここでグーッとこうやって、あ、本当だ。で、ちょっとだけ上向くとここに入ります、はい、背中のところですね、かなり入る、はい、これで肩甲骨と前と後ろ筋を支えられるので、肩甲骨がすごく動きやすくなります。はいはいはい、だから普通のなんか普段の姿勢悪いとかデスクワークの人でも全然使えます。あ、そういうことですね。これ毎週やった方がいい。そう、本当結構いいんですよこれ。はいはいはい、で、背骨 の、 あの上の方が整うんで、自律神経も結構整うんですよ。だからめっちゃ夜寝れたりもします。で、これやると今度肋骨の動きも良くなるんで、あの胸式呼吸ってあるじゃないですか、はい、胸でする呼吸がめっちゃしやすくなります、はい、だからね、あの女性の方とかやったらお肌もプルンプルンになります、はい、そういうのもいいです。なんかね、ゴルフのラウンド中にどんどんキレくなるっていうのもありだと思います。すごいな、はい、さすが120万人違うわ、喋りが、喋るのは頑張ります。次、はい、腰回りをやっていきましょう、はい、っていうところですね、はいはい、まずじゃあですね、前向いてる方が分かりやすいかもしれないですね。まず最初に肩幅ぐらいにこうやって開きます、はいはい、で、まあ、分かりにくかったら右腰2つ分ぐらいでもいいです。開けていただけたらいいです。で、まず右からやっていきたいと思います、はい、右やからこっちやった方がいいですね。皆さん画面上やったら左足に僕たちはやります、まあ、見てる方は右になりますので、まず最初にそして一歩こうやって後ろに下げます、はい、右足ですね、はい、で、足の指を内側にこのように向けます、はい、そうそうそうです。で、手のひらをこう外に向けます。手のひら外、はいはい、で、胸張ります、はい、で、真横よりかちょっと前に出します、はい、で、その状態で腰をですね、そちらの方向にグッと持っていきます。下げた方の足ですね、はい、で、そのまま肩を真下にグーッと下ろしていきます、はい、そうすると脇腹のところに力が入ってきます。あ、本当だ、はい、そうです、はい、結構ね、皆さんこれ倒すだけの人いるんで、骨盤しっかりグッと出しておいてください、はい、そうです。で、グーッとやります、うん、そうするとこの脇腹のところ入ります。これも10秒かける3回やっていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。で、もう1回ですね、はい、はい、グッと、あ、こっちです、こっち先出してもらって、あ、こっちです、ほんで、グッと、肘伸ばしてください、あ、そうそうそう、こっちの膝も伸ばして、あ、そう、こうです、あ、いい声出てますね、なんかね、これいい、そう、これね、結構いかない人、首に力入るんで首グーッと倒さないようにだけは気をつけてください、はい、ではもう一回いきます。はい、グッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきましょう、頑張ります。はい、出してください、慎吾さん出してくださいすいませんね、はい、そうです、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
1、8、9、10ってことですね。じゃあ反対も同じようにやっていきましょうってことですね。これいいな、これ知りたかった、去年結構ラウンド中にできますからね、なんかね、まあカードで座ってもやつもあるんですけどね、でも皆さんこうやって立ってる方がいいかなと思います。なんですね、でまた一緒ですね、まあ、こうやって聞いていくのが早いですね、さすがですね、覚えるのはさすがですね。で一歩下げていただいて足の指内側に向けます、はいはい、で手のひら外向けてもらって、はい、胸張ります、はい、で前を越えかちょっと前に出します、はい、でそちらの方向に骨盤を持ってもできます、はいはい、膝伸ばしてお口、はい、そしてでそのまま肩をぐーっと下に下ろしていきます、そうすると脇のところに力が入ってます。じゃあいきます、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いいですね、はい、出してください、こっち出してください、はい、それでグッと下ろします、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、皆さん息止めたらダメですよ本当ね、はい、じゃあもう一回いきます、はい、やっと一緒にね声出すといいです、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってとかですね。これすると骨盤が結構立ってくるんですよ。いやこれ分かる、はあはあ、これはいいありがとうございます。これねやったことない、あこれいいですね、朝毎日やろう、結構これ骨盤が後ろに倒れてる人はこれ立ちやすくなるんですね、はあなんか、はい、これいいですね、これやると今度逆にお腹周りの腹式呼吸がめっちゃしやすくなります、なんかだから疲れにくい体にどんどんなってくるんで、人間ってやっぱもう酸素がめっちゃ必要なんですよ、だからもう酸素取ってほしいんで、皆さん結構あの呼吸が浅いんでね、やっぱもうそこら辺してもらいたいっていうのもあります、あとね便秘解消にもなりますからいいですよ、これ結構、はい、いいワードを盛り込みすぎていきますけどね、なんかね YouTube 見てるみたい俺先生の YouTube 出てるみたいだわいやありがとうございます、はい、で次ですね、今度はですねさっきのはどっちかって言ったら骨盤と背骨の後ろと横ぐらいをやったんで、次は前の方ですね、こう背骨と骨盤とかあとは股関節の前を支える筋肉になっていきます、はい、でまず最初にこれちょっとね横に台とかあってなんかクラブとかあったらクラブちょっと杖みたいな感じでやってもらう方がやっぱいいですね、はい、まず最初なんですけどこっちみんな右足から行くんですけど、右足上げてさこう足の指下げて内側にこうやって向けます、うん、そうそうそう、ほんで反対のすねのところに足をつける、そう靴履いてる場合やったらここでこうあ僕の肩に手を回します、そうです、でここ足の指前に向けます、うん、でここをこうまず最初に下げて、そうです、足を首を下げてここで内側に、そう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 、でこの状態でこうすればいいです、上下こうやって、はい、これでいいです、はい、これどこに効いてるんですか、これがですね股関節の前とお腹の前のあたりに効いてきます、これね結構意外にこれあの10回ぐらいやったら何も効感じないです、はあ、意外にね10回過ぎるとだんだん辛くなってきます、こうやって、はい、じゃあこれをですねあの30回ぐらいやっていきます、はい、1、はい、2、3、はい、4、5、6、はい、1、8、9、10、はい、1、はい、2、はあ、意外に辛いですよね4、5、6、これはもうトレーニングだな、1、8、9、10、あと10回です、はい、1、無理、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ありがとうございます、これでも30回きつかったら10回とかでも全然構わないです、うんうん、できたら30回とかやってもらったらいいですね、はい、反対もじゃあ同じようにやっていきます、はい、はい、ここですね、でまずこうですね、足、指下げてもらってます、そうですね、足首伸ばします、はい、で下げてから下げて、で足の指内側に向けます、はい、そうです、で膝も上げてもらって、でこうですね、はい、で足の裏がこの面に沿ってこうやって上げ、はい、上げ上げする、そうです、はい、1、2、3、4、5、高く上げすぎなくても全然いいです、もう下ぐらいでもいいですよ、はい、8、9、10です、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あとラスト10回です、1、2、3、4、5、6、股関節が1、8、9、10ってところですね、この股関節の前のあたりですね、付け根と股関節、あとはお腹のちょっと前ぐらいに効けばいいです、はい、でもこれ足の指を内側に向けてないと全然違うところ入っちゃうんですよ、そういうことだね、はい、あそうすると一気に違うところ入っちゃうんで、それだけはちょっと注意してもらう方がいいです、はい、
でこれ終わったらもう体幹周りが結構スッキリになるんですね。だから立ち姿勢が結構良くなってます。いや確かにね、はい、違うんですよ。スッと立っててるんですよ。そうスッと立てますなんか、はい、でこれで先ほどやったように首の動きとかこう下向いたり上向いたりとか横を振り向いたりとか、はい、横倒したり、はい、で腰やったら前にかがんだりとか、はい、後ろ反ったり体ひねったりとかこうやって倒したりっていうのを見てもらうと先と全然違いますなんか、はい、だからそれをこまめにやっていくと本当にラウンド中とか飛距離も結構やっぱ安定して伸びてきますね。軸がね安定するってことで飛距離伸びてくる、はい、伸びてきます。じゃあこれを皆さんちょっと3つやってもらえると4つやってもらえると飛び出しますよ、はい、飛び出します、はい、皆さん飛び出してください、はい